こんにちは。翼ゴルフの翼です。今回は、サミットゴルフクラブに来ております。はい。今日はですね、ラウンドレッスンという形で、サミットの方に来させていただいてるんですけど、ちょっとヤスゴルさんとの対決がですね、7月7日に決まりまして、なんとそれがサミットで行われるということで、ちょっと大変驚いてるんですけど、まあラッキーだなと、本当にまあいいのかなとも思いながら、今日回らせていただこうかなと思っております。翼ゴルフ始まるよ。まあしっかりお客様にはしっかりレッスンして、やっていきたいと思います。はい、それでは10番ホール413ヤードパー4でございます。じゃあ、検出ながら私から行かせていただきます。よろしくお願いします。サミット結構広く見えますね。すごい綺麗なコースですね。お願いします。おでしょー。おでしょー。頑張ってきます。55ヤード、9番アイアンで打たせていただきます。気を乗りましたね。次行ってみましょう。乗ったと思ったんですけど、乗ってませんでした。カラーですね。ここは58度で打っていきます。で、カラーでアプローチで打つときに、もしもボールとピンが近ければ一回補足して、で、セカンド、落ち場所を決めて打つといいと思います。今は13ヤードだったので、4ヤードぐらいのところに落ちて転がすイメージで打っていきます。58度でちょっと低めに打っていきます。ぼちぼち。ここは左目の下にボールを置いて、下半身しっかりしてヘッドアップしないように、右カップに打っていきます。カップ内側、左目の真下、ありがとうございます。はい、11番ホールパー3、195ヤードです。はい、私は5番アイアンで打ってきます。ちょっとピンの右からフックすればいいかなと思って打っていきます。お願いします。ありがとうございました。ちょっと、結構近く寄りました。4ヤードのちょいフック、よし、いきます。よっしゃ。ありがとうございます。ありがとうございます。12番ホールパー5、556ヤード。はい。結構長いホールですね。これ結構タフなロングですね。で、狙いが旗がフェアウェイの真ん中に立ってるんですけど、右からちょっとフックのイメージで打っていきたいと思います。いや、
や、綺麗なコースだわ。ギリギリ残ってたんですけど、さっきやっぱり右のバンカーに入れたくなくてですね、ちょっと引っ掛けちゃいましたね。引っ掛けるとこっちが結構もう浅い OB だけど、ギリギリあった感じです。で、こういう時は無理せずレイアップしていくのがいいと思います。で、これだと僕はこの木の上ですねを行きたいと思います。イメージ的には110とか20つくらいの感じで行きます。つま先上がりなんで、まあ、ちょっとつま先上がり編も YouTube 出してるのでよければ見てください。短く持つことですね。クラブを短く持ってはい、行ってみましょう。ちょっとセカンドホール思ったより飛んじゃいました。大変なことです。目の前に木があるので、ちょっとこれに当たると大変なんで、ちょっとフェースを開いてアウトサイドインで打ってきます。で、こっちにレイアップしていきます。6番では7番です。こういう感じで打ってきます。はい。まぁ、ちょっと木があったのでね、こういう場合は少しアウトサイドインで打つとボールが上がってくれるんでいいと思います。行ってみましょう。ピンまで140弱ぐらいです。私10番で打ってきます。ピッチングですね。10番。4打目です。で、これ多分左に外すと難しいので、ピンの右狙ってきます。OK だ、止めます。ありがとうございます。ありがとうございます。こういう場合は、ちょっと左に外すと結構寄せにくいと思うので、ピンの右、広い方を狙うといいと思います。はい、5段目です。パッパッと、上りのフックラインですね。パップ1個見て打っていきます。ヘッドアップしないように。ちょっと狙ったところに出せませんでした。はい、ヘッドアップちょっとしちゃいましたね。で、ヘッドアップしないで打つ練習動画上げてるので、よかったら見てください。はい、18ホール回ってきました。回った感想としましては、コースがすごい、綺麗でした。かなり、整備されてまして、グリーンもかなり、もうディボットもないぐらいすごい綺麗でしたし、なんですかね、ラフもしっかり買ってあって、で、フェアウェイが特に、広くてですね、すごいティーショットが、ああ、打ちやすいなと、私アウトスタートだったんですけど、打ちやすいやと思いました。で、インコースに行った途端ですね、びっくりしたんですけど、アウトとインコース、顔が全然違いまして、アウトコースはすごい広くて打ちやすいなと思ったんですけど、インコースは結構戦略性というか、ドッグレッグがあったり、ドライバーで何ヤードまで、打たなきゃいけないとかですね、それ以上打つと、例えば260ヤード打つと、なんか左足下がりになっちゃうみたいな、っていうコースもあったので、
まあ、その辺はちょっと戦略性があって気をつけなきゃいけないなと思いました。うん、あとグリーンがですね、ちょっととにかくね、でかい。うん、すごいでかいです。40ヤードぐらいのあるグリーンがあったんで、あれ縦距離間違えるとやっぱ3パット全然しちゃうなと思いました。うん。だからしっかりちょっとロングパットの練習は、しようかなと思っております。はい。で、今日はまあ、練習ラウンドじゃなくてラウンドレッスンだったので、お客様もですね、かなり、綺麗なコースで喜んでくれててですね、あと食事が、非常に美味しかったです。ここの、日立だか。何だったかな。まあ、ここの特産のですね、ポークと、お蕎麦、非常に美味しかったです。まあ僕はポーク食べたんですけどね、お客さんがお蕎麦食べてて美味しそうだなと思いました。はい。っていうことでですね、ちょっと一応、ちょっとポイントがありまして、僕一応ポイントつけてましてですね、気をつけなきゃいけないホールがですね、12番のパー5、ここがですね、後ろから回ると、まあ、600近いです。はい。600近くて、まあ、かなりタフなコースだなと思いました。あとは、15番。これが先ほど言ってた、ドライバー打って飛びすぎちゃうと、まあ、この傾斜に、まあ、左足下がりの傾斜になっちゃったり、で、スプーンとかで打つとですね、多分170ぐらい残っちゃうんで、まあ、それは難しいなと。かなり、まあ、狭いですね。左右 OB みたいな感じのホールでした。っていう感じで、18ホール回ってですね、まあ、私が感じたことは、まあ、かなりサイさん、まあ、サイさんのホームコースっていうこともあって、サイさんが、まあ、得意であろうコースではないかなと思いました。まあ、サイさん、そうですね、サイさんに勝てるコースあるかなと思ったんですけどね。まあ、サイさんが得意そうなところは、ちょっと確認します。1番ホールから、9番ホール ?10 番ホールから18番ホール。これ多分全部サイさん得意ですね。まあ得意というか、まあかなり飛ばし屋有利のコースでもありますし、アイアンショットメーカー。まあサイさんもうアイアンめちゃくちゃ上手いんで、まあショットメーカーのコースだなと思いました。まあしっかり私は、次回7月7日の対決に向けて、まあ、ちょっと調整して、まあ、やっていけたらなと思っております。まあ、練習場もですね、かなり広いし、距離もあるっていうのと、練習グリーンもいいから、ちょっとこの後はしっかりアプローチ、ちょこちょこっと練習して、寄せワン取れるように頑張っていきたいと思います。ということで、ありがとうございました。しっかり、頑張っていくので、翼ゴルフの方でもですね、いろいろ対戦の動画と、あとレッスン系の動画を上げていくので、よければ見てください。ということで、ありがとうございました。ボールは友達、翼ゴルフ。高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。いっちゃった。